こんにちは、吉田寛治です。週末いかがお過ごしでしょうか。イェイ。ですね、今日はマインドについてお話ししたいと思うんですが、マインドというと、イメージとして浮かぶのが、マインドコントロールというなんか洗脳されるんじゃないかっていう気持ちがあったりするんですが、全てにおいてマインドコントロールってされてると思うんですよね。例外なく、僕もあなたも、それはどういうことかというと、やっぱり生まれてきて、家庭の中での親、ご両親、お母さん、お母さんのお父さん、お母さんの教えであったり、その中でのマインドコントロール、まあ、教え、マインドコントロールっていう言葉はちょっとあれかな、あれなんかニュアンス的に違うかなとは思うんですが、あと、学校の、生活の中であったり、小学生、中学生、高校生、または大学に入る人は大学の、学生生活の中での、マインド、まあ、教えですね。そういう自分の性格が形成されていってると思うんですよね。で、また社会人もそうなんですが、で、まあ、何が言いたいかということ、マインドがいかに大事かということですよね。過去に、まあ、家庭環境の中でいろいろトラブルがあって、それがトラウマになったりとかして、今現在、苦しんでいる方とかもいらっしゃると思います。僕自身も、過去に、まあ、いろいろ経験があったりとかしたし、まあ、そういった中で、マインドというと、やっぱり基礎ですかね。自分の心の中の基礎が、地盤がしっかりしていると、揺るぎない、自分が見つけられるということになると思うんですよね。例えば、なんだろうな、ビルとかっていうなら、地盤が硬いと、しっかりしていると、地震が起きても、基礎ですね、基礎がしっかりしていると、地震が来ても崩れることはないし、ちょっとした揺れはあるかもしれないけれども、しっかりとしているし、逆に基礎、地盤が緩いんであれば、ビルが倒れたり、まあ、基礎がしっかりしてないと、倒れたりすることがやっぱり、あるということで、まあ、人の生き方に関しても、その基礎であったりマインドであったりすることが、まあ、大事だよっていうことなんですよね。そう思いますけど、まあ、あなたはどう思いますでしょうか。で、まあ、そうですね、過去いろいろなことを悔やんでも、まあ、今現在変わることはないし、まあ、未来に不安を持っても、まあ、それがね、まあ、どうなるか分かんないわけで、そこでやっぱりマインド、自分のマインドっていうと、和訳すると、まあ、何かというと、心であったり思考であったり、
精神であったりとかっていうふうに、まあ、調べれば出てくるとは思うんですが、やっぱりそういう、まあ、ブドウとかでもよく、ブドウって果物じゃないですけど、例えば茶道とか華道とか剣道とか、道がつくものの教えに、精神っていう部分が重要となってきますよね。空手とか柔道で言うと、心技体っていう言葉があるんですが 心と、心と、身と自分の精神と体を一体化させるということなんですが、まあ、とても、もう昔からね、まあ、日本の、まあ、文化でもある柔道とか、まあ、空手もそうなんですが、昔から言われているだけあって、やっぱりそこがやっぱり肝となると思うんですよね。まあ、みんな、何々道とかっていうつくものに関しては。です。それがやっぱりマインドと、まあ、同じような意味合いとなっていると思うんですよね。で、まあ、人それぞれですね、その性格とか価値観とか、違いはよくっていうか、必ず価値観の違いっていうのはあるんですが、ざっくり、言うと、例えば戦後の、時代の、まあ、例えば60代から80代ぐらいですかね、の方は何に、価値を置くかって言うと、それが、まあ、その食べ物がない時代ですから、食べ物ものに価値、その食べ物に重きを置いたりしている方が多々多いですし、また、高度成長期、時代、昭和、どうだろうな、昭和の50年代ぐらいですかね、50年、オイル色以降ぐらいですかね、高度成長期の時代の、人たちの価値観は、やっぱり、まあ、お金とか金銭とか、物に、価値を、見出している方が、多い。そして、まあ、平成生まれの方とか、今の若い20代とか、まあ、から30代前半の方は、自分の存在に、価値を置いていることが、まあ、多いんですよね。まあ、もちろん例外はあると思うんですが、20代30代の方でも、まあ、お金が欲しいとかっていう方がいるんですけども、やっぱり自分の存在価値、自分は何のために生きているんだろうとか、その存在価値に重きを置いている方が多いと。そこでやっぱり、まあ、何でもそうなんですが、そこで今のマインドが重要になってくるんですよね。なんかで落ち込んだりとか、楽しかったりとか、
ると思うんですよね。どうでしょうかね。で、その存在、まあ、そのマインドって言われても、まあ、ピンとは来ないとは思う方も多々いるかと思いますが、じゃあマインドって何なんだろうって、先ほども、申し上げたんですが、まあ、和訳すると心であったり、思考であったり、精神であったりっていうことなんですが、ですね、今現状あなたは何を思って生きているのか、常にいい心を持って生きていれば、良いことが起こると思うし、なんて言うんだろう、だから相手を良くすると自分に良いことが返ってきたりとか、で逆に相手に悪いことをすると悪いことが自分に返ってくるとかっていうことが、なんか不思議とあるんですよね。自分もそうなんですが、それが、マインドとつながってくるんじゃないかと、思うんですよね。どうでしょうかね。ちょっとわかんないですかね。僕もちょっとまだ、まだまだ、修行っていうか、勉強の身であるので、偉そうなことは言えないのですが、やっぱり何事においても基礎であったりとか、マインドであったりとか、人に対するその思いやりである、そこに尽きると思うんですよね。まあそうやって生きていけたらなぁと思って、また動画を撮らせていただきました。ありがとうございます。では、徐々に、慣れていくと思いますので、見苦しい中、ご視聴ありがとうございました。